マブラブフォトメロディーズ、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、決勝が、ゆうこ先生の汚い手、まあ、ルール上は問題ないというところで、終わったところなんですけど、つくみさんからなんか物言いがあると。何？この勝負、B 組の勝利とする。ちょっと学園長、どういうことですの？やっぱり卑怯なことしたからですよ。鈴宮、あんたまたそんなこと言ってんの？卑怯は卑怯です。月先輩も後で文句言ってやらなくちゃ。ルールの解釈については、大月先生の主張を全面的に認める。ほう、だけどB 組の方が勝ちってのはやっぱ霞かな。ではなぜ？あの画面を見たまえ。 D 組のコマンドボスの写真だな。大月先生の腕をよく見たまえ。霞ちゃんだね。大月先生の白衣を掴んでる。ナイフアタックである。そうか、その手があったか。 B 組の大将が降伏する以前に、 B 組の大将はナイフアタックによって倒されたと判断する。なんですってちょっと学園長、ナイフアタックってこれは急に来たんですよ。お前ナイフアタックである。それしか言わなくなっちゃった。ナイフアタックである。なんだそれ。先生、見苦しいですよ。そうそう、サバギにつきもののナイフアタックについて禁止って書いてないですよね、このルール。ナイフがあるのとないのとじゃ、サバイバル生活じゃ天国と地獄ぐらいの差があるよ。うん、その話してないね。お前はまた話を聞いてないし。とにかく勝ったんだよね。ああ、そうだ、ヤシロさんのおかげだね。かすみちゃん、すごい。ありがとうございます。いやー、思わぬところで福江がいたもんだ。ほんとよくやったぞ。勝ったわよ。何か言うことはある？とりあえずおめでとう。覚えてなさい、この屈辱は必ず10倍返して晴らすからね。すごい悔しそう。なんつう捨て台詞だ。どことも悪役に徹してますね。よっぽど悔しかったみたいね。負けたのはですか、それとも新コスチュームの有明お披露目がなくなったこと？どちらかっていうと後者じゃないかしら。やっぱり。それにしてもみんな本当によく頑張ってくれたわ。俺たち本当に勝ったんだよな。なあ、なんか無性に叫びたくなってきたぜ。遠慮などせず腹の底から叫ぶがよいぞ。おお、しゃあ、取られた。はい。でも仕方がないよ。トウコがあの子を仕留めなかったからだぞ。あんな小動物のように可愛らしい後輩に銃を向けるなんて私にはできません。おー、結局あれなんだね、スミカの作戦がうまくいったってことなのか。なるほど、可愛いもの好きのお前らしいな。ど
ういうミサエさんだってあのお酒のこと打たなかったのかしら。あの二人はライバルなんだそうだ。その戦いに水を差すほど私は無粋じゃないよ。まあそうでしたの。鈴宮先輩の妹にして早瀬先輩に続く我が母校期待の星に恨まれたくはないしな。大げさだよ宗像さん。だけどみんな楽しそうだったね。私たちの時もこれほど賑やかだったらよかったのにな。それはあれでしょ、あの三剣財閥のとんでもないセレブ姉妹がいるからでしょう。本当だよね、あんなジャングルグラウンドに作っちゃうんだもんね。大体町内丸ごと買い上げとか近隣施設全部借り上げとかさ、もうねスケールが違うのよ。スケールが光月先生一人でも大変ですよ。神宮寺先生のご苦労は絶えませんね。あの人教育実習で来た時からめちゃくちゃだったからな。ほんと神宮寺先生もお気の毒に。教育実習生の時からめちゃくちゃってどんなんだったんだろうな。今回だって可愛い後輩の社会勉強のためになんて言うから来てみれば、ほんと相変わらずですよ。でも来た甲斐はあったわ。光月先生と正面からやり合おうって子たちは今の白陵にいたなんて頼もしい限りよ。でもまあそういう連中に限ってあの人に頭が上がらなくなるんですよね。私たちみたいにね。そうそう、こうやって何かあるたびに呼び出されても断れないくらい弱みを握られるのよ。確かにそうね。でもあの子たちは3年生、下の学年はちゃんと育っているのかしら。そうだといいけど。ま、あの先生がいる限り大丈夫なんじゃないですかね。だといいわね。それじゃあそろそろ私たちも解散しましょうか。はい。あの先輩方、この後お茶でもいかがですか。こうしてお会いできたのも何かとご縁です。それはいいな。先輩方のご友人にもお聞きしたいし。それならチーズケーキはどう。最近お気に入りの店があるのよ。あ、行きます行きます。やれやれ、球技大会もやっと終わったか。なんか平和な世界でワルキリーズがいんのすごい泣けてくるな。あ、バウザーさんまた出てくんのかな、この感じだと。しかしあの人の非常識さ、予想できない無機動作は障害になる可能性があるな。障害。ん？あれは何事だ。失礼、これは一体何の騒ぎだ。これは王権共有。私はユウヒ様とメイヤ様にお仕えするツクヨミ。あー、そっか、面識はあったな、そういえばな。注意。は？やっぱ記憶あんのかな。なんか王権だけよくわからないんだよね。はぁ、だからあいつらよくこんな時間まで騒ぐ体力が残ってるもんな。余ってるもんな。祝勝会はいいけど、こっちはもうヘタヘタだよ。それにしてもあれは、やつはアルフレッド王権は教師なんかじゃない。ある組織の諜報員だ。テロリストと共謀している。はあ？コードネームはハンターワン。潜入工作を得意としている一流のスリーパーだ。潜入工作？スリーパー？市民になりすまして諜報活動をすることだ。なりすまし、いやそれは。俺も奴も共にエニグマを探している。エニグマ？ああ、確か謎とかそういう意味だよな。ゲームなんかだとよく出てくるキーワードだよ。で、何ですそれ。わからん。はあ？何もわからないんだ。大きさも形も色も名前も何も。いや、実体があるものなのかどうかすらもわからない。
だからエニグマなんだ。じゃあどうやってそんなもの探すんですか。その手がかりを持っているのが奴なんだ。俺と奴がエニグマについて一つだけ分かっていること、それはそいつがこの町にあるということだ。奴もそれを知っている。だからここに来た。俺は奴を追ってこの国に入り、独自調査をしながら監視していた。そして奴はエニグマにたどり着くための重要な鍵となる人間を見つけたんだ。鍵となる人間？ミツルギシスターズだ。え？ユーヒだけとかじゃないのか。嘘くせー。ザウバー捜査官によれば、日本はそれを取り締まる法律がないから、スパイ天国って言われてるくらい、いろんな国の諜報員が潜り込んで好き勝手にやっているらしい。ああ、実際そうらしいね。その連中が今躍起になって探しているのが、エニグマと呼ばれる何か。それは世界の歴史が塗り替えられるほどの代物らしい。エニグマの正体が何であれ、その手のものが密輸財閥絡みだと見るのは確かに真っ当だと思う。そして、それがこの町にあるというなら、あるのが本当なら、話は簡単だ。そこから導ける答えは一つしかない。エニグマはここにある。ユーヒとメイヤが持っているってことになる。だから嘘くさいって言うんだよ。何のためにそんなものを持っていた？持ってきた。それが本当なら何を考えて、あたりをさらちんして御殿なんか立てた？各国の諜報員が狙うようなエニグマを持っているのに、そんなことするか？それを狙っていろんな奴らが集まってくることぐらい素人でもわかるだろう。世界の歴史を塗り替える代物だと他人が言ってるんだ。本人たちが知らないわけはない。仮に何か考えがあってそうしていたとしても、それにしちゃやり方が地味だ。あいつらの普段のやり方にしては。それにあいつらが俺たちを巻き込むようなやり方をするか。メイヤとユーヒが俺たちに 見せる態度は全部演技だっていうのか。それはありえないだろう。そんな理屈俺には理解できない。ザウバー捜査官はこの疑問の答えをウォーケン先生が持ってるのと言ってた。でも俺はその予想そのものが間違っていると思う。そもそも先生が諜報員じゃなくて、そんな情報を持っていないか。先生が諜報員でも思い込みで密輸絡みだと疑っているだけなんじゃないかって思う。先生が実は諜報員だってことについては信じがたいけど、なんとなく信じてもいい気がしている。ブートキャンプでのやけに軍人前とした言動や戦いの知識、ペイントボールの経験だけであそこまでになるとは思えないからな。だから一応先生から何か情報を仕入れたら、ザウバー捜査官に教えるって約束をしたんだ。不安になってさっき、つくよみさんにそれとなく聞いたら、NSA って組織は実在するって言ってさ。あまり聞くと突っ込まれるから少ししか聞けなかったけど、NSA って、機密のベールに包まれている組織だって言ってたな。それは、ザウバー捜査官が漂わせている、ある種の怪しさに通じるものがある。ような気もするし。だから、今のところ一応信じてもいいんじゃないかって思ってはいる。何か危害を加えようと思えば、とっくにやられているはずだしな。ま、ある種の危害は加えられたけどさ。やれやれ。でもやっぱり、ユーヒとメイヤが鍵を握っているっていうのは間違ってると思うけどな。密輸財閥の令状っていう、ある種の偏見が、あの人たちの目を困らせているんだと思うけどな。あの人たちにはわからないだろうけど、ユーヒやメイヤと直に接してきた俺はそう思える。でも、そうは言っても、俺はこのことを二人に確かめる度胸はないんだよな。この話を俺以外の人間とするんじゃないぞ。どうしてですか？ハンター1がまだ俺たちが動き出したことを知らない。泳がせて情報を集めさせるんだ。でもユーヒたちには言った方が、あいつらならいくらでも対策取れますよ。ああ、そうだろうな。だがその結果お前は消される。え？邪魔をする人間を生かしておくほど、諜報の世界は甘くない。殺すってことですか？でも日本には警察が。そんなものではお前を守れない。現に奴の入国を許しただけでなく、そのことにすら気づいていないんだぞ。暗殺だ。いつの間にか放射性物質を飲まされるとか、銃で撃たれるなんて、派手な死に方はできないぞ。諜報機関はそんな足のつくような殺し方は絶対しない。不慮の事故に巻き込まれるとか、とにかく誰も暗殺を疑わない殺し方をする。なあ、どうする？ミツルギシスターズにかくまってもらうか。
どこに行くにも護衛をつけて暗殺の可能性に怯えて暮らしたいか。それが望みなら好きにしろ。だがお前の仲間たちはどうだろうな。お前が生き続ける代わりに一人また一人、何年もかけて不慮の事故で、でもあいつらがエニガマを持ってるって証拠だってないわけでしょ。今はな。だが時間の問題だ。そんなの直接聞けば早いじゃないですか。誤解かもしれない。誤解ですよきっと。聞かれて素直に答えると思うか。二人がエニグマを持っていようがいまいが知らないというに決まってる。そして結局警戒レベルが上がって、その理由はお前が余計なことをしたからだという情報が広まる。お前の、いや、お前の仲間たちの運命は変わらないだろうな。わかりましたよ。誰にも言いません。それでいい。俺に協力すれば NSA が必ずお前たちを全力で守る。約束する。信用しろ。するしかないでしょう。よし、お前たちに危機が及んだら必ず俺が助けに来る。安心しろ。ったく、余計なことに巻き込まれちまったな。それ、俺は何も知らないふりをしていればいいだけなんだけどさ。ウォーケン先生のことも、イニグルマのことも、普段もそんなことを忘れてていい。ザーバー捜査官が接触してきた時だけ思い出せばいい。そうすればみんな安全なんだ。そうさ、いつもの生活を続けていればいいんだ。って、そんな風にうまくいかないから困るんだよ、畜生。不安だよなぁ。っていうか、なんでこんなシリアス展開が来るんだ。ナイフアタックであるって言ってたのに。くそ。はい、ということで、じゃあここで一旦区切りましょうか。これでも前の球技大会の後だったら温泉に行ったりしたけど、今回どうするんだろうね。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。